比安塔羅先跑到快啦。肯定都係補重㗎啦。但是尊師重道今場可以上場贏完這場之後，直接之講呢，就其實有杜拜賽的出賽權的，呢只驅魔客就經典啦。新輝六十年代連華新輝都是紅色金色的劇化陽光經典拍低爵士喜來得勝若勝綠色盡威精辟銅像ガルフストリームパークの会場から国際優勝競争を開始します。いよいよ発走です。スタートしました。まだ起動ではありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。センタークロケット前に行きそうです。アロースパーク、それに続いています。さらにはアイドクイーン、5番トラストラップその後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはセンタークロケット。その隣にアイドクイーン。
その外からアロースパーク、その外にディーピングキューティープレザントフレンド、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として7番センタークロケット、センタークロケット、さらにリードを広げました。サイドツイークほとんど差がありません。間を挟んでファーストランバーで最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。センタークロケット先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はアリリーブ、残り2メートルセンタークロケット先頭だ、残り2メートルアリリーブ抜けた。ロースパーク演出中、アリリーブ成功演出で1着、2着にはどうやらマンハッタンリッチ、アリビリーブ見事な勝利が、海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。さあ RSI、佢有買翻翻嘅末代，佢成其實唔算末代，不過迪倫呢個血系，綠色準位都 OK 嘅。轉個跑咩咧？快真係去埋兩個半鐘，起碼完咗半年咁啦。
呢一隻馬咧，你先上跑啦，川崎紀念賽啦，呢只啦，嗰個印度特拉德啦，現時都係第四熱門嘅啫。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのはカネツクルーブ、ロゴツルー先頭、2番手はカネツクルーブ、2番手はイングランディーレ、ロゴツルー先頭だ。先頭はロゴツルー、1着でゴーリー、ロゴツルー1着、2着にはどうやらイングランディーレ、やはり中央の馬が強かった。立ったのはロゴツルー。跟住咧呢場日本新春杯啦，東海錦標。因為我都不想被馬利騎，又何來有呢？跟住二二周有約對場咧，同主同練馬師嘅，同馬房同馬 GM 兩隻馬將喺呢場對賽。今日美國第一場有場一級賽事，做上演嘅大地下同大地信任呢對同主馬，但武系亦都同主嘅馬咧，亦都係呢場賽事。一號係譚卓傑嘅仔，三號係沙雅嘅仔啊，女啊。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続がやってきた。シャトーユニーク頑張れるか。サーリービリーブ先頭、シャトーユニーク迫る。先頭はサーリービリーブ、1着でゴール。サーリービリーブ1着、2着にはどうやらシャドーキャスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。サーリービリーブ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。元気カープ、元気カープじゃない。
都冇馬報嘅正常嘅。羅里達打比有醒目公司牌，笑。好啦，话咁快，今日嘅气育二月锦标就将差唔多开始啦。嗯，好水杯啊，咁都记唔错啦，主动作出场嘅喺度。锦标，飘你，边个啊？系你，好啦，咁今日二月锦标，优大格斗家17.2倍，又保西王。14倍，三号唐新树35.1倍，掉哥啊猎人7.8倍，五号日王萨多15.8倍，和阿拉阿利阿兰20.8倍。秋特明玫瑰24.9倍，跟住咧就系呢一只达灵玫瑰，跟住咧就系阿宝特快咧就229倍，跟住尊师重道今日嘅次元本2.9倍，跟住老宝多嚟啦，就日本泥地打比之后已经久休咗好耐啦，45.8倍睇唔好嘅一个赔率。跟住尋物交易 Sunday Silence 嘅，其實就有12.4倍，跟住老寶傑克2.5倍，再見浪漫53.9倍，東尼遮擋遮擋咧就100.9倍，跟住牛油阿當又9.4倍，仲有一隻烏托邦就15.3倍。咁呢場我哋要16號、15號嘅烏托邦啦，烏托邦呢場。昨日交易啦，昨日交易 Sunday Silence 的仔同父母亦都是非常多的仔同父有快得勝啦，十號啦，老寶托尼啊，咁跟住就冇啦，咁係咁多個呢就睇下馬啦。まだ寒さの残る東京競馬場、1番鞍上は G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。東進ブリザード、サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。前走のいざ G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。バーボンデピティ、こちらは今日の2番人気、人気は譲っても勝利を譲る気はありません。アドマイアドン、前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。ノーブルトレール、直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。サイレントディール、さあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの指示に応えたいところです。ノボジャック、
G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。アロハローマン。また一頭影の実力馬が登場、好走を期待したいところです。トニージェント、前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。アタノアドニス、逃げ馬としては不利な外枠ですが、この馬の逃げっぷりに注目です。ユートピア。さあ、いよいよファンファーレです。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ、最後は大外枠のユートピア、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アルアラン、好スタートを切りました。サイレントディール、この馬も好スタートを切りました。予想通りアルアラン先頭か、これに続いてサイレントディール、その外にユートピア、その外からアドマイアドン、ノボジャック、好位をキープ、ノーブルトレール、そのうちに続いています。オレンジの帽子アロハローマン、その後ろ日本ピロサート、そのうちに続いています。その外にアタノアドニス、バーボンデピリー、すぐ後ろ、すぐ後ろにピットファイター、最後方に星王、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から11番サイレントディール、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはユートピア、その隣にアドマイアドン、合計機を通過していきます。前はサイレントディール、2番手はアルアラン、アドマイアドン、3番手ノボジャック、いい位置、安城のゴーサインに応えるか。サイレントディール、先頭差はほとんどない。2番手はアドマイアドン、追いすがる、やはりノボジャック先頭だ。ここで先頭に立ったノボジャック、あと 200m、 先頭はノボジャック、残り 100m、 アドマイアドン抜けた、ユートピア食らいつく、アドマイアドン先頭だ、アドマイアドン、アドマイアドン1着、2着にはどうやらユートピア、これが世界を制した実力だ、アドマイアドン